旧清水市で一家4人が殺害されたいわゆる袴田事件の再審をめぐる審理で、東京高裁の裁判長が検察側の味噌漬け実験を視察したことを受け、弁護士らが会見を開き、再審につながる結果が出たと主張しました。再審をめぐる審理で、東京高裁の裁判長がおととい、静岡地検を訪れ、検察側が去年9月から実施する血液をつけた布を味噌につける実験の結果を視察しました。この視察に同席した弁護団が昨日会見を開き、おととい撮影した味噌から引き上げられた血液のついた布の写真を示しながら、1年2ヶ月が経ち赤みは残らず黒っぽい色になったと改めて説明しました。弁護団は、捜査機関が証拠を捏造したことの裏付けと指摘し、再審開始を確信させるものになったと主張しました。再審の可否については年度内にも示される見通しです。